に含んだ水が流れてくるのを海藻類とかも食べて、その海藻類とかを食べる海も美味しいということになりますね。ホットセッテトマムのこだわりは、その時期にその土地の一番おいしいものを提供することなんです。届いた時に最もいい状態になるようにしたいと思っていまして、一番見た目から全て分かれるんですけど、その皮がしっかり張ってる状態、ヘタがしっかりとパッと立ってる状態、そういう状態で送るにはどうしたらいいかって考えて、旬の食材の中からベストな食材を選んでイタリアン料理に仕上げて提供しています。北海道の食材をの魅力を発信できるようなレストランになればいいなと思っています。